どうも皆さんこんにちは、エリツです。今回なんですけれども、はい、今回の主役なんですけれども、こちらです。僕たち、はい、夜行ですね。進化夜行を使っていこうと思います。まあ最近はね、もう全く見ることのない、全くってほどじゃないけど、そんなね、昔に比べるともう見なくなりましたね。1年半ぐらい前ですかね、実装されたのは2018年の、7月末に多分実装されたコマだと思うんですけれども、まあ、その時はね、ベルゼブブがだいぶ暴れてたということで、まあ、そのリンク条件とかをね満たすのに、この夜行リーダーが非常に強いということで、まあ、一時期夜行リーダーのね、アズ、オルクヘ、ブブみたいなデッキがね流行っててね、すごい害悪でしたねそういうね、まあ、一つの歴史があるわけですよ。ただもう今となってはもうブブも加工され、そしてもう夜行自体でも敵が増えたっていうね、コンボ封印とか、氷結とかで敵が増えてしまったということで、もう今の環境ではもうほぼ夜行リーダーというデッキは見ることはなくなってしまったということで、今回はこれ使っていこうと思います。はい、まだやっていけるんじゃないかということで、ね、このデッキでやっていこうと思います。それでは早速いきましょう。さあ対戦よろしくお願いします。さあ、能量メフィスト、君の腕が欲しいな。コンゴ封印とかそのあたり入ってなさそうですね。多分どうなるかな。メフィストには多分そういうコマってあんまり入れないと思うので、まあ大丈夫かな。完備な使用を与えてるカードと強いな。でもね、負けじとアルカード出すけど、使用を与えてる。さあ次がちょっと大事ですね。夜行がどこに動くか、アルカード下に来ると一番いいんですが、どうだ。次が、よりによく次が、なるほど。どうしようかな、これ一気先出しましょうか。ラフィーは知らせんぞ。おっと、マゴマ10枚以上、なるほど。あー、これ入ってる可能性出てきたな。ちょっとまとめがないですよね、これ。もうそこはね、めっちゃいい、めっちゃいいとこいった。お、ま、でね、まあ2枚以上リンクもね、ほらこうやって簡単に発動できるんで。取れちゃった。これで吸収と、いいですね。さあただまだちょっと HP 数が4000となりますね。これをどう埋めていくかですが、あーきついぞ。それは毎ターン1150、ここから実質マフリエですね。まず打って、取れちゃった。でもう一回吸収と、吸収しまくりましょう。さあ相手は X 打ちかな、トールとかするときて、うわー、もっと効くかないけど、同じぐらい癖つきてな。どうしようかな。すべてをこのルシファーが連れて行く。まあ、これは特殊はな、ルシファーを着て、ルシファーを着たいけど、これは様子に乗らないよ。取れちゃった。これはもうまだ起きます。で、これをコンボつなげちゃうとイベントで全部帰るよと。戦いの方が要素ないな。要素ないね。からの罠発動、ダメージが耐える。これもしかして返しようなか。超始めよう。返した時に普通に恐れはなかった。思い通りに惑わされる。取れちゃった。これが運命か。あーぽいな。特殊なの可能性もわかりますね。金運たちも興奮しているようです。そしてスパンも引いているので、ハルとコンボつなげれば飛びそう。引け、我が命が奏でるロンドン。あーきついな、きついな。踊れるかな、きついな。これも行くしかないかな。これ 14% か、飛ぶのかな、これ。いやー、行ける気がしないけど、これも行くしかないな。私の炎味わってみる。厳しいと思うぞ、これ。そうだ、おー、行った。オッケー、回復しました。ありがとうございました。お目が高いですな。やっていきましょう。おーっと、アレスリーダーか。相性的にはどうなんだろう。君の腕が欲しいな。お、ルシファー、ルシファーいいね。
最近最初 B 型な B 型か。まあベティとですもんね。多分これは。はい。どうなるかな。ベティと。はい。次レスパーですけども、これは。レスパーを置いて。上の根よ。これちょっと迷うな。吸い打ちしてもいいんですよこれ。そうです。吸い打ちして2回コートをつなげれる形を作ります。はい、これ、モンストの方のレスパーが来ました。これ火力上がるんですよ。これ夜光のおかげで自分のマグマのカウント数に依存するのでね。はい、私の言うこと聞いてもらうわよ。おお、これ強いな。あれ発動しないんだけど特殊罠だねあれ。みんなで仕事るね。やーかな、これ私が案内するよ。ハルで回収しましょうか。はい、回収取れちゃった。回収できるよね。あれ、え何これ、回収できないの。あ、おー、アプレー、よけた、アプレー、セーフ。アプレー。こいつなんだ、自重奴隷、自重奴隷、なんかある。待て、一歩で一回様子見します。はい一回様子見してで、ブラック発動しちゃった。これ多分ミスったら撃つこと今更なんだ。2場所に行った。はーい、じゃあイベントを行きます。調子に乗らないよ。取れちゃった。セグメント手戦いは全てを負け、怖い怖い、一つの大きな炎になる。まだ余裕あるぞ。一時的にはまだ余裕はある、うん、さあ相手ここでどこを置いてくるんでしょうか。相手これマタン、マタンってことある。マタンリピア、トルクールだったよね。あー、これはミヤズマ発動して吸収する。こっち行きますか。取れちゃった。吸収します。 HP を回復してスケベと発動させないようにいきましょう。あいつが発動したらもうすごくなるので、私の炎、お、これは…味わってみる。あ、これ特殊ダメージ、これちょっと出せないな特殊ダメージ出しちゃうと、なんか…そっかそっか、どうしようか。セクメタ発動するとこれちょっと痛いよね。 14% っていかないよね、まだ。はい、思い通りに惑わされる。怖っ、セクメタ発動するの。僕には君が必要だ。自分の気持ちを強めるアイデアね。私の言うことを聞いてもらうわよ。すごいな。リッチね。はい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 。あ、発動しない。あ、いない。これ吸収しつつって感じ。さあ、飛ばないでしょ。セタン打ったでしょ。飛ばないよ、多分これ。相手もこれで吸い込ま全部使ったはずなんで、はい、飛ばないと。え、これレスパーでいけるんじゃないかな。俺が出てやる。セクミュート発動しても大丈夫だからこっち行こう。行け、二枚返し。あ、大丈夫だよね。危ねえ危なかった。はい、アルスにも勝てましたね。はい、対戦ありがとうございました。だけど、まあ、次は混合デッキがしましたと。まあ、これにはね、多分コンボ封印も氷結も入ってないでしょう。さあ、よろしくお願いします。
さあ相手ショッテルはイザベラ。これはどういうあれなんだ。これはショッテル X 来る、ショッテルじゃねえ、次 X 来るのかな。これとりあえずヤッコを置いて様子見ましたか。ただこれロックとか来ないとこれきついな。あ、やばい、オーラス来た。いや、危ない危ない。 X 打ちずれてよかった。危ない。ここでルシファー配置できるんで、これだいぶ強いですね。宮島発動、これでデバフをかけて火力を抑えていくといった感じですね。さあこれどこに動くか。うん、なるほど、悪くはない、悪くはないけど、どうしようかな。これはこれここでいいのかな。全部つながりやすくなるよね、相手の。どうしようかな。まあ復帰しますか。吸収して強い。で宮島持ってるんで、ダルタニアがいるので、まあ万が一やべえコマが来たらこれで抑えようということですね。お、これはこれダブルで吸収できるよ。ダブル吸収しつつのデバフでいきましょう。よいしょ、あー強っ。3000持ってきた、いいですね。ただここでブラーチが戻ってしまう。そして守護者の2枚コンボも通っていると。だいぶやりかせましたね、これは。だいぶやってますね。とりあえずこれいきますか。さあここで罠を張って貫通引いてないことをお祈りすると。あ、引いてたわ、余裕で引いてた。これね、守護者これ火力を抑えつつでいきますか。ダメージ与えていきたい。こちらとしてもダメージ与えていきたいので、とりあえず削り切れなそうなんで、相手ですね。削っていきましょうか。マゴマ消しつつって感じですか。痛い。めっちゃ痛い。これどうしようかな。とりあえず全員消しときたいんだよな、これ。いや、でも一緒か。倍率的には一緒か。こっちに行きます。で、ロックしつつ、置いていくと、で、吸収入れる。サタン引いたらこれもういけそうな気がしてるけど。オッケー、オーラ食った。それはでかい。それめっちゃでかい。いやー、やめてそれ。守護者の火力上がらないんだけど、それ。オッケー、ロック2連続。これはめっちゃいい。もう吸収で、吸収でこれします。もうこれ。あ、何釣れた。いいぞ、奇跡の連続。ただこれ、あれだな。あ、きついな、これ。やばいぞ。やばい、調子乗りすぎた。調子乗りすぎた。やばい。気づいたら盤面がすごいきついな、これ。ダメなのか、これは。相手団体引いてるぞ、これは。バハムート持ってるんじゃないか、これは。エンディガかー、飛んだぞ、これ。あー、やりすぎたね、これ。はい、大変ありがとうございました。はい、ということで今回ですね、こちら進化薬効リーダーのデッキ使っていきましたということで、いかがでしたでしょうか。まあね、最後ちょっと負けちゃったのはね、多分僕のプレイングがね、ちょっと悪かったと思うんですけれども、デッキとしてはね、全然強かったですね。薬効めっちゃ強かったなっていう感じがしました。まだまだやっていけそうだなっていう
じがしましたね。あ、やっぱ選球手強いですね。めっちゃ連続で吸収しまくってね。あとこのレスパーとかダルタニアンもね、結構いい味出してましたね。吸収しつつ抑えながらっていう感じで結構良かったんじゃないかなと思います。ということで、またなんか、使ってみたいなと思ったら、この進化ヤコもね、たまにはリーダーにして使ってあげてください。ということで、また次回お会いしましょう。